日本東京都練馬区平和台平和台は東京都練馬区の町名。現行行政地名は平和台1丁目から4丁目。郵便番号は179-0083。東京都練馬区北東部に位置する。周囲を北町、日川台、錦木、早宮と接する。東京メトロ有楽町線、福都新線平和台駅が置かれ、富士街道や、 都道441号線も走っている。地下鉄はこの都道の下を通る。地下鉄駅は1983年開業と比較的新しく、それまで周辺は二十歳が多かった。開業後は駅前に商店が増えていった。二つの幹線道路も交通量が多く、沿道には商業施設が立ち並ぶ。 富士街道の自衛隊練馬駐屯地南交差点から西方城北中央公園に向かう通りも焦点が見られる。その他は概ね住宅地であるか、農地も各所に見られる。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。住宅地の地下は、 2016年の工事地下によれば、平和第4の12の10の地点で42万円、平方メートルとなっている。旧武蔵国豊島群下練馬村あざ本村、十元、丸久保。下練馬村時代は、村役場が置かれた、中心地で、道村では、最も早く開けた。その後、練馬町、練馬北町、練馬中町、北町、中町などを経て、 1965年の住居表示実施時に誕生した随称地名平和台になった。当初は本村とする案もあったが、新住民の反対により採用されなかった。ちなみに旧町名である中町は、今も練馬区立中町小学校など、隣接地域を含めて残っている。練馬かすが町駅ビルなどができる前は、富士街道沿いから富士山が望めた。 すべて国際工業バス。練馬区統計所町長別土地面積、気温、降水量の推移、住民基本台帳による世帯数と人口など。練馬区。2018年1月4日閲覧。AB。世帯と人口町長名別。練馬区。2018年1月4日閲覧。AB。郵便番号。日本郵便。 2018年1月4日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2018年1月4日閲覧。駐屯地南交差点から平和台3丁目交差点。平和台1丁目交差点を結ぶ。道沿い商店が見られる。区立小中学校学区域一覧。練馬区。2018年1月4日閲覧。国土交通省地下工事。 都道府県地下調査、ありがとうございます。